ちょうど歌の中にもあったんですけども、あのなんもなんもっていうのは北海道の方言なんですが、あの世話になってた、吉祥寺ノロっていうマスターの口癖で、加藤さんってマスターだったんですが、そのマスターが、この秋に亡くなってしまいましてですね、そのマスターの追悼の意味も込めて書きました。で、7月から4ヶ月しか経ってないんですけど、なんかすごくいろんなことがあったなと思います。私事で恐縮なんですけども、私あのこの後最後の方で歌いますけれども、コロナの歌とかも作って歌ってるんですけども、そういう歌を歌っていたせいか、なんかコロナに疲れてしまいましてですね、あの9月にあのコロナにかかってしまいましてですね、かかっちゃったですね、勘違いされちゃったみたいですね。コロナが嫌だって歌なんですけども、コロナに疲れてしまいまして、で9月は1ヶ月、ほとんど療養してました。10日ほどホテル隔離療養という名のホテル隔離放置、されましたので、でライブもその間ちょっと9月はできなかったんですけれども、でもただね、ホテルであの放置されてるだけでつまんないと思って、ホテルに出るまでに一曲でも歌を書こうと思って書いた歌があります。それを次に歌いたいと思います。私がもう命がけで書いた歌がありますので大丈夫の種と何もかも止まってしまった今、生きても生きても未知の喜びと苦痛が待つばかり、あの人からのバイブレーション恐れる心に染み込んでくる、初めてこんなにも夜に怯え耐えられるのか知れない今、自分にできることゆっくり深く、自分の中に大丈夫の種をまこう、やがていつか最後の闇に覆われるその時も、自分にできることゆっくり深く、自分の中に大丈夫の種をまこう、I'm gonna make you feel it.
苦痛にとらわれ何もかも止まってしまった今、自分にできることをゆっくり深く、自分の中に大丈夫の大丈夫の種をまこう、ゆっくり深く、自分の中に大丈夫の大丈夫の種をまこう、種をまこう、種をまこう、大丈夫の種を種をまこう。どうもありがとうございます。大丈夫の。